はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回もね、ファミ通さんの、ゲームソフト販売本数ランキングが更新されたので見てみようと思います。ということでこちら、実際のところね、1個前の動画、1個前っていうかこのゲーム販売本数ランキングのね、前の週の動画をね、撮った時にもう実は更新されてたんだけど、まあ一個一個見ていくのがいいと思ったので、こう、ちょっと切り分けてね、日にちも分けてね、やってます。ということで、今回の集計期間が、2022年5月2日から、5月8日までのね、内容になっています。ということで、まあ見ると、まあ当然この時期は新作タイトルがないので、まあ、基本的には先週からね、定番タイトルは横滑り。まあちょっと、定番でもないパッド出のタイトルはガーンと落ちていくので、先週発売タイトルもね、まあ、ニンテンドースイッチスポーツみたいな安定戦のタイトルは、こう1位の残ってるけど、それ以外、軒並みね、乙女ゲームとか全部落ちちゃってます。はい。で、代わりにこう、定番タイトルが戻ってくるのがね、まあ、大体ゴールデンウィークこんなもんですよ。はい。ということで、一応数字を見てみると、1位のニンテンドースイッチスポーツが、114,699本で、累計304,588本。2位の星のカービィディスカバリーが39,634本で累計695,811本。3位の e ベースボールパワフルプロ野球2022が23,844本で累計153,933本ということで、まあ、先週とまあこの辺同じですよね、ほとんどね。はい。まあ、あれかな、4位以降も、5位だった e ベースボールパワフルプロ野球2022の PS4 版がちょっとランク落としてる以外はね、大体こう同じような感じで、下の方はね、入れ替えが、ね、こういっぱい、そう、しばらく抜けてた定番が上がってきて、まあ、柔らか頭塾とかね、29位とかね、28位のスーパーマリオオデッセイとかね、いや、いつぶりだろうっていうタイトルがこう入ってきてたりします。はい。ということで、まあ、いつも通り見て、次のグラフ見ていくと、まずね、任天堂スポーツ、任天堂のスポーツですね。こちらは、2週目になって、任天堂スイッチスポーツなんですが、まあ、実際これね、グラフ見にくいんだけど、Wii スポーツの2週目よりも上回ってるんですよ。まあ、こんな感じなんですけども。はい。ということで、だからね、まあ、Wii スポーツに関しては4週目にガッと上がってる部分があるんだけど、ちょっと、ここはね、さすがに、この今の発売時期から考えるとガッと上がるタイミングじゃないので、このあたりで入れ替わるかもしれないんですけど、まあ今のところはね、Nintendo Switch Sports も順調に売れてることがよくわかるかと思います。はい。で、次、星のカービィですね。スイッチのカービィですが、こちらもね、星のカービィスターライズがなぜか今週もランクインしてるんですけども、まあその一方で、ね、星のカービィディスカバリーは順調に上がってます。ただこれもね、若干だからやっぱゴールデンウィークブーストが入ってる部分あるので、この後こうちょっとしおれていく感じになるんじゃないかなと思います。はい。で、次、パワープロですね。こちらもスイッチ版がね順調で、まあ PS4 版もまあ一応ランクには入ってるんで、一応それぞれね、こんな感じなんですけども、まあスイッチ版に関しては2020と比べると、まあ一応、累計で売れてるんで、まあ、これは、もしかしたら PS4 で以前遊んでた人もスイッチに流れてんのかなって気がするんですけど、まあ、一応そんな感じでね。スイッチの方は好評ですという、感じですね。はい。で、次、マリオパーティー。こちらは、またね、スーパーマリオパーティーがなぜかランクに戻ってきてる。あ、先週も戻ってきたか。戻ってきてるのでね、あれなんですけども。で、まあ一応これを細かく見てみると、こんな感じでね、まああんまりゴールデンウィークブーストかかってないのかなっていう平行具合で進行しています。はい。で、次、スイッチのポケモンですが、こちらもね、また一回落ちたブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールが先週戻ってきて、今週も順調に戻ってきてるところなので、まあ3タイトル揃い踏みというところですが、これもね、細かく見てみると、こんな感じで、まあ、全然ゴールデンウィークブーストないな、っていうのが、はっきりわかるかと思います。で、次、フロムの新作っていうかね、まあ、エルデンリングもね、やっぱランクずっと入り続けてるのでね、まあ、順調にこう、セキロとね、こう、同じ週分、こう、ね、ランクに入ってくる可能性も出てきたと。まあ、PS5 は落ちてますけど、まあ、一応こんな感じになっています。
で、次が、13騎兵防衛圏なんですが、こちらもね、まあ、数字的にはもう少しなんですけど、一応こう4周目にしてね、もう大体 PSO 版と肩を並べる感じになっています。まあ、実際のところはもっと売れてるんでしょうけども、ランクのね、ランクインしてる時の数字というところでいくと、まあ、来週あたり入ってれば抜くのかなというところですね。で、次が、これ、任天堂スイッチの150万超えタイトルなんですが、まあ、今回ね、まあ、前回とあんま変わらなく見えるんですけど、2点ね、気になった点があって、まあ、今週スーパーマリオオデッセイが入ってきたので、まあ、ちょっと先週分までのね、累積を増やしてみたところ、モンスターハンターライズの通常版を抜きました。抜き返しました。まあ、これね、モンスターハンターライズは今廉価版が出てるんで、廉価版がランクインしてるけども、正直この通常版のランクはね、ここから変わらないので、まあ、マリオオデッセイの勝ちということで、まあ、廉価版ここに足しても意味がないので、まあ、一応ね、こういう感じになっています。あともう一個はね、マインクラフトと桃太郎電鉄、昭和、平成、令和も定番なんですけども、実はね、これ、まあ、両方ともね、ずっとランクインし続けてるんですけど、マインクラフトはね、ずっと怒涛の勢いっていうところがあって、もう一回これ、次、来週あたりこれ、桃太郎電鉄をね、マインクラフトが抜き返すんじゃないかなという勢いになってます。ここで、ね、来週注目です。はい。まあ、大体そんなところでしょうか。で、これがね、トップ30週別販売本数なんですけども、残念ながらというかね、まあ、思った通り、今週も、まあ、2021よりも下回ってると、まあ、そういう感じになっています。で、今週というかね、次回のランキングに入ってきそうなタイトルというか、まあ、発売新作タイトルなんですけど、この2個なんですけど、まあ、デッドバイデイライトに関しては、アルティメットエディションというね、新しいエディションなんで、まあこれが入ってくるか。で、春雪でレトロチカも入ってくるか。もうこの2点ですが、まあ正直言うとスイッチ、PS4、PS5 のマルチタイトルなので、なんか上位に入ってくるっていうよりは、どれが一番売れるトップじゃない、ランク上に行くかなって、そこをね、注目するといいかなと思ってます。まあ春雪でレトロチカみたいなね、ああいう実写系タイトルがどのぐらいこう、入ってくるか。うん。まあ、正直言うと、そんな上位いかなそうな気がするけど、個人的にはスイッチ版が何かとこう入ってくる気配があるのかなという気がしています。デッドバイデイライトはよくわからない。はい。ということで、まあ、一通り見てみたんですが、今週のね、ランキング最初に戻ると、まあ、先週から結構こう横滑りですよね。やっぱ新作がないっていうのはこういうことなんですよね。うん。まあ、それにしてもね、下の方を見ると、ニュースーパーマリオブラザーズ U デラックスとかね、あと柔らか頭塾復活してるし、で、で、あと、やっぱね、23位の星のカービィスターライズ、先週復活したかと思うと、今週もね、いい順位にいるし、いい順位っていうか、まあ、でもカービィ効果あるよね。だから、こういうところがね、こう、なんか、新作が出るとそれに付随するね、旧作がこう売れてくるっていうところも、こういうランキングを見るのが楽しさだと思うので、まあ皆さんもね、ぜひそういうところを注目して、ランクを見ていただければと思います。ということで、この動画が役に立った方は、グッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サフカンでした。